釣ってみせましょう。俺でもちょっとやりたいなと思ったのがあってさ、はい、釣りもん問わずで100種制覇。100種釣れんかな、100種目。船だけでいけます？いや別に船だけじゃなくてもいい。カッパリとか入れて。これはあるかも。ね、これはあるかも。そうそれ。あるんじゃないですか。いかんな、思ったより。もっといくかと思ったけどな。ゴーンって止まったけどな今。いい入りしたんだけどな。今日でもよく釣れるね。釣れますね。魚はないか。ないか。いや、ないわ。ないわ。ないわ。ないですね。うまそうだけど。うまそうだけど、ないわ。5? 全然ないな。全然ないわ。稲葉はこれ仕入れいくら今日全部で。これ結構や、2桁はもう行くかなって感じ。あ、10万行く。ウケる。よくないんだ、さっきぐらい。さっきぐらい。みんな釣りだったらちょっとだいぶ上まで巻いてあげて。30回ぐらい。俺のリールで多分20回ぐらい上で当たりようけん。多分みんなリールだったら30回ぐらいだと思う。しれっと後ろから入れんな。そしたら邪魔にならないかと。違う、邪魔をされないかでしょ。綺麗な鯛だにゃ。よいしょ。あざまーす。よいしょ。大した話じゃないからいいんだけど、LINE はね、いろいろ使ってるんだけどさ、はい、俺が使ってるのがダイワの12プレートってやつと、はい、あとまた四つ編みさんのウルトラジグマンってやつがすごくいいよっていう話なんだけど。暑いぜ。マオ君も？あれ？これちょっとあるかもしれん。でも距離が短いんや。あーって言った。距離が短いんだよな、移動の。あれ？お前どこでかけた？お前前回ってこい、こっから。はい。まあ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 。ちょっと。お前。何や。本当。なんかお前ありそうじゃん。やっぱ放置したら取れてたやろ。さっきから。俺もな。放置して巻き始めて。ドン。ここここここ。ブーンって取れてた。放置したら取れてた。なんで？取られてるの早っと思って。全然さっき切れたもん俺。ああ。じゃあ特訓に飲み込まれとったんちゃうかなと思って。ああ。マジで。ゆらゆら漂いようのがいいんすかね。やっぱいいんかもしれん。見とんちゃうん、ずっと。ああ。それが急に動くけんやっぱ。で、ああ、バグんちゃう。でもタイならもう今いくらでも釣れる気しかせんけど、サイズよ。サイズがすね。問題は。全部40ぐらいでしょ。40、50。やっぱ電動リールウィンウィンしないかんかな。疲れてきたし。両方見る。ほんとこれ。またそれ。うん。あら。おいしい。まあこれ美味しく食べていただけるけど嬉しいけどね。まあそうですね。ありがたいですね。はい。おいしょ。もう5枚目か6枚目だぞ。クソくんの方は同じサイズぐらいかな。同じサイズが揃いますね今日は。ねえ、一発ドンと出ないですね。さらにドンとかないんかい。倍でドン。倍。ないの。この釣った60センチの太陽交換に。ニコイチで。いやー。いやー。いやー。一緒よ。一勝負ぐらい。一緒よ。え、ここ1ポイントかけてやる？次のやつで、センチ単位でやります。
なんかマスオさんとなんか測り比べてますよ。どっちがでかいてや。俺の場合やっぱ1センチぐらいでかいそういうのお前な、どんぐりの背比べって言ったお。何タイじゃないと思う。フォールで食ったからさ、なんかよくわかんない。しかもものすっげえ声で上に泳いできてる何カツオ。あーバレた。あごめん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 、もうちょっとちょっとダメって。もうでっか、なんじゃでっか。何ですか。サバサバ。え、いけですか。やっか、めっちゃでっか。でっか、でっか、立派。これでっか、食うんや。これはうまいだろう。これうまいっしょ。サバー、てかふっと手回んないっすよ。ふっと絶対うまい。これこれはうまい。こらいい。サバのさっきの1回走りすごかったよね。すごかったですね。あんな走るんですね、サバ。ね、しかも上に泳いでくるスピードも半端ねえから。全く追いつかんぐらい。多分みんなやったらバレたと思っとると思うよ。抜けた感じですか。そう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 。ない、うん、ないないない。おいよ。タイですね。タイだな。聞いてみましょうか。40センチですか。はい、違います。違うな。おお。50センチですか。違うな。60ありますか。はーいって言います。はーい。じゃあ70は。70は。70ですか。あ、70はない。違うな。新しいな。そのパターンいいな。このテクニック身につけたらすごくないですか。すごく、うん、尺取れるしな。おお、いいですよこれ。腹立つなんかもうないやつや。いいですよ。いいでしょこれ。あ、俺は今日はあれですよ、62ですよ。62。さあ更新できるか。更新したいですね。うん、はい、もうそろそろ。びっくりした暴れですよ。糸を伝って。よう喋るな。おお、いいですよ。いいですよ。なんかさっきの移動中の顔と全然違うもん、ね。もう安心しましたよ。魚はいるっていうことが分かったんで。魚は釣れるっていうことが分かりました。プレッシャーから解き放たれた瞬間です。あと 60m 遠いなぁ。面白いなぁ。でもどういうつながりで喋ってるの。重量感あるけど鈍いなぁ。いや、でかいタイプじゃない。本当に本当にでかいタイプ。そんなよ。マジっすか。うん。あ、マスオさんまた19ポイント頑張ってくださいね。ああ。はい。応援しときます、俺は。で、これでクソが2時に上がります、みたいな。上げた瞬間な。はい、もう帰りまーす。もう来る、入らんすもんね。帰りましょうか、言うて。そういう勝ち逃げのやり方がね、船長には残ってますから。船長には、はい、必殺技がありますからね。よう喋る。ほんと。ほんとよう喋る。ぼちぼちお祭りさせ行こうかな。いや。どの角度でお祭りするんですか。こう、無理やりここで。まあ、そうそう、場所変わります。あ、そうそう。よし、タモ入れに準備しよう。ああ、そっちじゃない。そっちじゃない。タモ、なんか濡れとる。タモ入りました。まだ濡れとる。そう。ほら。タモ入ったけどな、今。見えてきた。あら、でかい、でかそうだ。違います。熊本じゃない。熊本じゃないです。ここはタモリお願いします。あー、惜しい惜しい。尻尾から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 。入れない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 。
あ、自然に入った。タイが自ら、自ら自分で入ってきた。えらい、えらいぞ君。あー、ダメダメ。えらいぞ君。やったー。よいしょー。やったー。お、サイズ更新したんじゃないか、これ。サイズ更新しましたよ。やりました。よし、やりました。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 やっぱ来た涙間いいよね。ほらほら。やっぱ涙間の、ほら赤黒ですよね。赤黒の 150g ね。はいはい。このにショートストレートユニットにちょっとワームちょろっとつけたこのね、セッティング。決まりましたね。決まりましたね。ありましたよ。完璧です。ナイスティーだなー。下の方でね、クッコ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 ッ。おー、来たわけですよ。やったぜ。見たか、クソ。やっぱ。これが、メディアプロス。拍手だよ、早く測って。拍手だよ、もう。でででん。ゼロ。でん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 。71!1!2! バレたよ、フォーネクストに !71!71! やったー違う !2 ポイント!2 ポイントやりましたよ。さあ、これで。これで3ポイントの差が、はい。さあ、この時点で、マスオさんに一言。まだですかね、ポイントのタイは。60でいいんで、お願いします。めっちゃ喋りますね。あいつだろう。はい。そうなんだよね。80出らんかな ?80 出すよ。クソ、80釣るまで帰らんぞ。いいか。あー、クソ。クソだ。そろそろ時間ですね。あいつ。そうそう、いい時間になってきたんじゃないですかね。トクソクのはしゃぎ方が高校生みたいなはしゃぎ方をするよね。はい。もう、やっぱ楽しくですね、生きないと。でかくなったな、こんな、こんなバカゾーン。めっちゃ言うやん。釣れたら。釣れたら元気ですよ。悔しいっす。まあでもね、これが現実なんだよ。ただ、まだ時間も、心の余裕も俺にはある。なぜなら、この海にはもっとモンスターがいるんだよ。それを俺は知っているんだよ。そしてクソは本当は俺に釣ってほしい。そう思ってるんだよ。思ってる？1%。嘘つけ。クソだよ。これか。あ、話した。なんでそんな当たる？話した。俺2回ぐらいしか当たらんけど。トトーンで持ってった。てかちょっとこれ糸がもう出過ぎとって俺回収が怖いさ。何回そこ取りました？もう20回ぐらい取ったさ。30回ぐらい取ったかもしれんば。一言。重たい。重たい。なんかちょっと見えたな、今のはヒントになったな。回収しよう。叩かないですね。あれあれまた俺は負けてしまうのか。さあ、お、誰？パンちゃん違います。誰？料理長。料理長イナバーは来た。うわ、あいつすっごいいい笑顔でうなずいた。すごいいい笑顔やった。すごい。こっち向いた瞬間すっごいいい笑顔やった。声出しなかったもんね、今ね。キラーンって。キラーンって見て。ニコってもう。あ、ただね、150って書いてあるじゃん。なんて？ただ150って書いてあるらしいです。データが。頑張れ。深いね、魚。なんだこれ。茶色いぞ、ちょっと。これ朝のぽっこじゃないですか。お、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 よいしょ。ウェーイ。でっか。最高だな、それ。うわ、めっちゃうまいやつだな。食べたいな、刺身で。それめっちゃうまいな。それやばいな。落ちればいいのに。イエーイ。
でっかい、タイより前前超絶うまいんだもん、これやばいっすね、うまそう、そんなうまいなかなかないぜ、あこの差よ並んで並んで、この差よ、この差よこの差よ、刺してやろう見てくださいよ、写真撮ろうとか言うとね、すかさず落としてますから人には1分は撮ってとか言いながらすかさず落としてますからね早くちょっと一緒に待ってて写真撮らないんすか、早く一緒に待ってて、おっ、あ、玉入れて、何ですか、何すか、え、そんなパターンある、パターンあるんですか、何ですか、よいしょ、うわ、これは、あ、でも金目じゃない、金目じゃないね、何これ、何これ、新種、新種、何、新種の、何これ、近め、いや、いや、金時じゃないですよ、金時はヒレがピーンって長いんですよ、ねえ、これ何、あ、違うやろ、何これ、何これ、初めて見た、うん、何これ、あれ、鱗だ、あ、うん、鱗だ、あの、鱗、鱗、なんだっけな、鱗だ、ね、なんだっけ、エビスダイかなんかの、あれ、あ、美味しいらしいよ、めっちゃ硬いよ、触ってん、やばい、ほんと、ほら、うわ、すっごい、すっげえ、鎧みたいになってる、あ、鎧台やったかな、なんかそういう名前、うん、俺も一回ね、あれ、お前崎ってとこ行ってたことある、静岡の、これですか、うん、めこれもっとちっちゃいので可愛かったけど、これ大きいね初めて見た、ちょっとちゃんと血抜きとかしといてもう来たんじゃない、おい、これは来たかな、すっげー怖い、すごくないですか、いい音しような何叩きよる音、それタイ叩きよる音、音パリカテです、手かきが入らないです、マジか、おー、ナイスー、ナイスー、おー、ナイスー、おー、ナイスー、ほー、ナイスー、さて、今1時になりました、はい、あ、多分2時までって言っといて、どうせクソ君は延長が得意だからね、多分3時っていう腹なんだろうなと思ってるから、まあ一応聞いてみようね、はい、うん、何時までですか、2時までですね、かたくなに、はい、やっぱプロだな、それぐらい全然余裕だと思うんですよね、残りの時間2時までって決められた方が、いや別に全然いいんだけど、71だっけ、ギリギリ超えたぐらいでさ満足しちゃうのかな、その前に前提として俺朝から 74.5 超えなきゃ超えてないって言ってんだよ、俺わかる、超えさせて、そうそう、超えさせて、マスオさんに、そう、俺なんか本当に悲しくなってきた最近、本当でかいのが釣れないし当たんな、おおってのもないんだもん、なんだろうね、最近この巡り合わせがないというか、巡り合う運命と、いいな信じているのずっと、もう俺この PV でも泣いちゃうんだよ、この辺でも、いや俺もこの前見たんですよ、泣いたろ、あれ号泣しますね、号泣だよ、うん、もう連続で3回見ました、君の中で何度もあなただけ、もう泣いちゃう、ダメダメ、あのシーンが出てきちゃう、出てきちゃう、もうやば、本当泣いちゃう、思い出して、それは泣いてるんですか笑ってるんですか、泣いてる、泣いてる、本当悲しいんだよその PV、 もうね2時間の映画より全然泣ける、いや泣く、うん、密度がすごい、あれやばい、あれはあれ卑怯、ほんと泣かないやついたらびっくりする、あのお父さんのけがれさ、けがね、うん、そうそう、けなげさ、もうけなげさがやばいんだよ、いや、うん、
あんな PV 作れる人マジ天才だと思う。本当に思う。もうなんかその友達が言ったん、うん、あんな泣かせる PV って、うん、いいよ別にって泣くよあれだって。逆にね、あの映像の方見ちゃって歌が入ってこなかったの最初じゃカラオケであれ歌うとさ、うん、それが PV 使われておったりするさ、はいはいはい、歌えんくらいのフレーズだから集中できんあれ歌に。本当親孝行してほしい。うん。ほんと。でも、あれほんと親孝行を諭すための PV だよ。ああ。でもほんと。とりあえずね、実家に帰りたくなるよ。ああ。いや、ほんとに。ほんとにお父さんの顔見たくなる。ちょっと待ってね。結んじゃうね。ああ、大丈夫。大丈夫？あの、さっき、落としてた時に来たんですよ。うん。で、一応指で止めようと思ったら、うん。パスって切れて、うん。あいわいってどうしたらいいんですか？うん。落としてた時に来た場合はどうするんですか？でももうね、落としとう時ってやっぱりどっかに引っかかっとうしかないけん、やっぱ合わせるしかないんだよ。だからもう止めるしかない。そう。あとはドラグ任せ。だ俺はその時先先バレた。外れた。うん。で、やっぱもうすぐ止めて合わせるのがもう基本だよ。うん。落とし時ビューってなったろ？ビューってなっちゃう。あれビビるもんな。なんだと思うよな。でもそういうのでけえの多いんだよ。で、そういう時意外と弾丸ごと食っとうことが多いんだよ。はい。全員切れちゃうんだよ、ねじれてね。ああ。全部入っちゃってるね、口の中にね。そう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 。うん、今から俺ちょっと PV 見返してきていい？いや、泣くけんやめて。仕事にならんくなる。号泣するよ、本当に。いや、本当俺あの PV で泣けん人、うん、ちょっと友達になれん。あ、俺もそう思います、あれは。なろう？うん。多分ね、ちょっと人の心持ってないよ。いや、なって、持ってないね。あの PV 見て泣かないと。ほんと。クソ君借りながら見て。ジュジュの東京ってやつね。うん、の PV。うん、東京の明かりが照らすのさまよってた。悲しみまでこの街はあなたがこんなにも溢れているから巡り長かったね今の。いいましたけど、何回かドラッグ持ってったけど、ね、信じて3回ぐらいもね持ってた。相当我慢した。記憶の中で何度もあなただけ追いかけるのは。やべ、泣いちゃう。